これから台風19号災害から1年、河川災害に備えての座談会を開始します。テーマは台風19号災害から1年、水災害リスクに強い地域づくり、人づくりを目指してとさせていただきます。まず座談会へのご参加者をご紹介いたします。信州大学工学部土木工学科教授の吉谷淳一教授です。国土交通省北陸地方整備局千曲川河川事務所の斉藤所長です。長野県危機管理部の竹内部長です。長沼地区住民自治協議会の西澤会長です。本日の座談会のコーディネーターは日本ペンクラブ会員でジャーナリストの森隆さんです。今回はコーディネーターを務めさせていただく森と申します。本日はご多忙の中ご参集いただきましてありがとうございます。私はこれまで地震や豪雨災害といった自然災害、それと、それに伴って、民間のですね、保険というものをテーマに、取材をしてまいりました。そこで、そういったものをコラムとして書いてきたわけです。特に最近では日本各地の地震、津波の石碑を巡り歩いてですね、過去の地震伝承と、その地に伝わる逸話などをまとめた、石碑は語るという本を出したり、今年は、特に東日本大震災時のですね、地震保険、これの対策本部の指揮官たちの葛藤ですね、それをまとめた、決断というノンフィクションを出したりしております。さて、昨今は記録的豪雨による災害も後を絶ちません。温暖化の影響でしょうか、日本近海のですね、太平洋の海水面が非常に異様な高まりがある。50年に一度、100年に一度という豪雨が各地で頻繁に発生していると、そういうような状況があります。で、今回この台風19号1年という機にですね、この台風を振り返っていただいて、長野県民とか、ひいては全国の人々に、その河川災害というものにどう立ち向かっていけばいいのか、それぞれのお立場やご経験からご意見を伺い、災害とが共存するこの日本における今後の備えに生かしていきたいと思います。吉谷先生からお願いできますでしょうか。はい、吉谷です。信州大学工学部で河川および水資源に関する研究を行っております。工学キャンパスはこの長野市内の西側のすぐそばにあります。まさに大学のキャンパスのすぐ近くで大きな災害が出たということで非常に驚きました。今回の、令和元年、東日本台風を振り返ってみますと、まずその大きな洪水が発生した原因というのは千曲川の上流、佐久市佐久穂町の山の方で猛烈な雨、連続雨量にして600ミリ近い雨が降ったことによります。その豪雨がおおよそ7時間かけて長野市内に到達しております。そのため、水位が急上昇して、不幸にも河川堤防が決壊して大きな被害が出た、そういうことが発生しております。過去の洪水を見てみますと、似たような洪水も過去に発生しております。それは昭和34年8月洪水。その時も、今回と同じように、佐久市佐久穂町の山で猛烈な雨が降って、同じように7、8時間かけて長野市に洪水が到達しております。ただし、その昭和34年の洪水と令和元年の洪水を比較してみますと、まず雨の量が圧倒的に違います。昭和34年の豪雨は、その千曲川上流で降った総雨量は、400ミリ前後です。今回も600ミリ近く降っています。ですから、令和元年の洪水は昭和34年の洪水よりもはるかに大きな洪水になったということであります。
で昭和34年8月当時の時に発生した被害を見てみますと、死者65名、全壊家屋がおよそ1400戸という大きな被害が発生しています。でそれを考えますと、過去昭和34年に、ちょっと小さめの洪水が発生したんですけども、令和元年よりははるかに大きな被害が出ているわけですね。我々はその千曲川の水位をやってきましたので、その効果は確実に出ているということは言えるかと思います。ただし、その昭和34年の大雨よりもはるかに大きな雨が降ったということで、運悪く被害が発生してしまった、そういうふうに考えております。ですので、災害に関して災害には上限がないということをよく言われますけども、まさにそれが示されたというふうに実感しております。台風19号の被害原因など、その辺をどうお考えになっているかお話しいただけますか。はい、被害の直接的な原因は浸水です。でその浸水というのは、千曲川から水が溢れて住宅地側が水に浸かってしまうということです。で土木学会の調査団でその辺の調査をしております。でその調査によりますと、千曲川沿線でその越水が発生した箇所が、数でいうと25箇所、その越水の面積を集計しますと27平方キロメートルという面積になります。でこれだけのところで、住宅地などが水に浸かったということ で、その中で一つ増やすのあたりで、堤防が決壊してしまったわけです。で堤防が決壊しますと、その通常の越水よりも大量の水が住宅地側に流れていきます。それによって被害がもう激甚化するということが発生します。被害の発生のメカニズムですが、建物が水に浸かるということで被害が発生します。ですから深ければ深いほど被害が大きくなっていくという、そういうメカニズムがあります。でそれ以外にもう一つ大きなメカニズムがあります。でこれはその河川の堤防が決壊した場合に発生します。河川の堤防、特に高い堤防が決壊すると、その河川の水がものすごい勢いで、住宅地側に流れていきます。で流速がものすごいです。で我々はそれを流体力というふうに言ってますけども、流速が大きいと、その例えば建物の壁に作用する力がものすごいんです。ですからそういう大きな流体力が建物に作用すると、もう建物はもう跡形もなく破壊されてしまいます。でそういう現象がですね、長沼地区の河川堤防の近く、だいたい堤防から300メートル程度の範囲で見られていました。そういうメカニズムで、被害が発生しております。ですから、をまとめますと、大きくはその深い浸水深で被害が発生するということと、ものすごい勢いの水で被害が発生する、主に2つのメカニズムがあると思います。吉谷先生にこの水害リスクについてお伺いしたいと思います。はい。千曲川っていうのは、山に囲まれた中をこう流れているわけです。でその川の周辺には盆地がいくつかあります。で我々はその盆地の中で住まいと生産の基盤を持ってそこに置いているわけです。 ですから、まず山で囲まれているということもあって、大雨が降りづらい、降りにくいっていう気象的な特徴があります。それは確かです。他の地域に比べると、大雨は降りづらいです。その一方で、その川沿いを開発して住まいにしておりますので、被害を受けやすい、非常に受けやすいという特徴があります。ですから、その両方を考えると、千曲川というのは、その洪水リスクが低いとはとても言えません。結局は、やっぱりリスクはあるというふうに言わざるを得ません。それから、この千曲川の特徴といいますのは、四川の犀川という川がありますけども、その犀川もものすごい大きな流域を持っているんですね。ですから、その犀川が合流する長野市やその下流の人たちがですね、千曲川上流だけじゃなくて、犀川から来る洪水も警戒しなければいけないということです。令和元年の洪水の時は、千曲川から洪水が来ましたけども、
もし台風の経路が違っていたら、犀川の方で大きな雨が降って、それが長野市に到達するということも十分考えられますし、過去そういう例もたくさんあります。で、場合によっては両方から大きな洪水が来ているそういうことを考えますと、その合流点より下流側というのは非常に高い洪水リスクがあるというふうに考えざるを得ないと、そういう状況になります。まあ、インフラの重要性について、いくつか述べさせていただきたいと思います。はい、学生にこの治水について説明するときによくある誤解がですね、いわゆるそのソフト対策、非構造物対策をすれば構造物対策はいらないんじゃないかというようなことを思っている人がいます。でもそれはやっぱり間違いで、構造物と非構造物っていうのは、まあ、役割が違うわけですね。で、例えば避難、非構造物対策の避難だとか保険っていうのは、その死者数をなくしたりだとか、復旧復興を手助けしたいというような、そういう面もありますけども、氾濫自体をその小さくする。防ぐってことは一切できないわけですね。で、氾濫をする確率を少しでも下げるためにはやっぱり構造物対策が必要になるわけです。やっぱり両方をこううまくバランスさせて、対策をこうしていかなきゃいけない。その辺をちょっと誤解しないでいただきたいというふうに思っております。以上です。はい。斉藤所長お願い。はい。千曲川河川事務所長斉藤と申します。どうぞよろしくお願いします。私はこの7月に千曲川河川事務所長を拝命しております。でその前は、国土交通本省防災課で災害査定官というところにございまして、昨年の台風19号の際には災害査定ということで長野県さんの方にもですね、お邪魔しまして査定の方をさせていただいております。台風19号につきましてですが、信濃川水系、まあ、千曲川流域からの信濃川の中流下流につきまして、攻撃にあたって甚大な被害が発生するということで、私ども国、流域内の関係機関、県、市町村も含めまして、連携しまして、調整を進めまして、信濃川水系緊急治水対策プロジェクトというものを、今年の1月に取りまとめてございます。これによりまして、河川整備によるハード対策、あと地域連携によるソフト対策、これを一体的かつ緊急的に進めるということで、令和9年までの間で、再度災害防止軽減、また逃げ遅れゼロ、社会経済被害の最小化を目指して、現在、いろいろな、ことを実施をしておるというところでございます。千曲川河川事務所としてですね、台風19号前後のご対応はどんな感じだったんでしょうか。はい、私どもではですね、堤防調査委員会というものをですね、立ち上げております。これは何かと言いますと、被災の原因、この堤防決壊の原因、またこれから復旧、どう復旧にして復旧すればいいか、まあ、そういった方法を検討するということで堤防調査委員会というものを設けております。吉田先生にもですね、委員で、入っていただいております。で、まあ、この委員会でも検討した結果、この堤防決壊の原因は、越水と、越水による破壁、あ、越水による決壊ということで、推定されるということでございます。で、あと、現地の方はですね、この決壊いたしまして、約70メーターの区間の堤防が決壊してございます。で、決壊の発生当日、これ、令和元年10月13日、でございますが、決壊発生当日から、緊急復旧工事というものを着手してございます。で、この緊急復旧工事ですが、10月17日、4日後ですね、4日後の10月17日に、仮堤防を完成してございます。そしてその後ですね、10月30日にはですね、応急復旧工事、これは高野板仮締め切り堤防という情報、高野板を二重に打って締め切り堤防を作ると、こういった工事が10月30日は完成してございます。その後、本復旧ということで、その70メーター前後の、区間を合わせた140メーター、これを決壊区間と言っていますが、それにつきまして、堤防の復旧工事、これを引き続き、施工しまして、今年の6月10日にですね、復旧工事が完了してございます。でなおですね、この越水した、決壊した区間を含む越水区間につきましては、
決壊しにくい、越水した場合でも決壊しにくい粘り強い堤防ということで、まあ、現在、検討中でございまして、これも施工していきたいということで考えてございます。その時の情報、私どもでどういった情報を、発信していたかということについてでございますが、まず洪水予報というものを私ども発表してございます。これは気象台と、まあ、連携をいたしまして、自治体または報道機関を通じまして住民の方々に洪水の状況をお知らせするということでございまして、気象の方は気象台で、河川の情報につきましては私も河川事務所の方で情報を発信してございます。でこれにつきましては、各段階、まあ、氾濫注意水位とかですね、あと避難氾濫水位、あと氾濫危険水位、あと氾濫の発生というような情報のレベルがございまして、レベル5までございます。このレベルに応じまして、その都度、発信をしてございます。で、その他ですね、私どもの、千曲川河川事務所長からですね、各市町村長さんに、ホットラインということで、氾濫警戒情報、あと氾濫危険情報、まあ、こういった、北信用信用の時期も、ホットラインを通じまして、各の市町村長さんにもですね、どういった状況かということをお知らせしてございます。今後の、まあ、河川の治水対策についてお伺いしたいんですが、気候変動とですね、洪水のリスクがもう山頂として載せられておりましてですね、今世紀末のですね、気温が2度上昇すると、洪水の発生頻度が約2倍、4度上昇すると約4倍になるという、推測が出ているんですが、まあ、そうした中で短期的、中期的、長期的なですね、河川の治水について、斉藤所長、いかにお考えでしょうか。はい、ですね、私どもの国交省の方でもですね、気候変動を踏まえた 水災害対策のあり方についてということで、社会資本整備審議会の方で、審議をいただいてございまして、その中で、あらゆる関係者が、流域全体で行う持続可能な流域治水への転換ということで、これ今年の令和2年7月にですね、答申をいただいてございます。で、この流域治水ということでございますが、この流域治水への方向性ということを打ち出してございます。これは何かと言いますと、近年の水災害による甚大な被害を受けたということでございますが、施設能力を超過する洪水が発生するということを前提に、社会全体で洪水に備える水防災意識社会の再構築を一歩進めまして、気候変動の影響や社会状況の変化などを踏まえまして、あらゆる関係者が共同して流域全体で行うということでございまして、流域治水への転換を推進し、防災減災が主流となる社会を目指すということを目指すということでございます。圧迫のイメージというところでございますけれども、まあ、その氾濫をできるだけ防ぐ減らせの対策としましては、まあ、例えばでございますが、周水域につきましては、まあ、雨水貯留機能の拡大とか、あと河川区域におきましては、まあ、流水の貯留とかですね、あと、まあ、流下の、まあ、稼働を、器を広げるということとか、あと氾濫水を減らす、これは千曲川でも実施しますが、粘り強い堤防を、まあ、堤防強化していくといったような施策でございます。で、2番目の被害対象を減少させるための対策ということでございまして、これは氾濫域の対策が主にございます。で、リスクの低いエリアへの誘導とかですね、まあ、住まい方の工夫、あと浸水範囲を減らすということで、例えば2000堤の整備とかですね、自然堤防の保全とか、こういった施策でございます。で、3番目の、被害の軽減、早期復旧、この時の対策と。ということでございますが、これも氾濫危機の対策ということで、土地のリスク情報の充実とか、あと避難体制を強化するとかですね、あと、経済被害の最小化ということで、まあ、工場とか建物の浸水対策とかですね、BCP の策定、あと住まい方の工夫ということとか、あと、被災自治体の支援体制の充実、例えば官民連携によって、まあ、テックフォース、体制強化、あと氾濫水を排除するということで、まあ、排水機場とかですね、そういったものの強化。といったことをですね、今後推し進めていくということが、まあ、事務所の施策としてございます。以上です。ありがとうございました。竹内部長、お願いします。長野県の危機管理部長の竹内義彦でございます。
2年目となりまして、昨年の東日本台風災害においても対応をさせていただきました。本日この座談会におきましては、この東日本台風災害の被害状況や県における取り組み、あるいはできれば合わせてですね、県民の皆様へ災害にあたってのお願いなど、お話をできればと思っております。台風19号の被害は千曲川決壊だけではなく県全体にこう及びましたでしょう。市町村をこう統括する県の立場として、その被害状況や台風19号の被害の前後とですね、果たした県の役割についてご説明いただけますでしょうか。はい、県に災害対策本部を設置し、その運営をしたり、災害の情報収集、さらにはその、情報の発信、さらには国、市町村、あるいは消防、警察、自衛隊、関係機関との連絡調整など、災害対応の、要は司令塔としての役割のようなものを、になっております。今お話のありました、今回の東日本台風災害につきましては、この9月8日現在の数字ですが、人的被害では、災害関連死を含みまして、死者15名、重傷者14名など、合わせて165名の方が、また、住家被害では、全壊1083世帯、その他合わせまして、約1万世帯弱の、方が被害に遭われております。さらには、被害総額ですが、土木、農業、林務、それぞれ全て合わせまして、現在2759億1600万円という、膨大な被害が生じたところでございます。で、県では、当時、県内に大雨特別警報、これ43市町村に発表されましたが、10月12日の15時30分に、発令をされまして、長野県におきまして災害対策本部を設置をいたしました。で、県本部では先ほど申し上げたような役割を果たしておりますが、特にですね、迅速な被害情報等の把握によりまして、被災者の救助救援のための防災課、消防警察自衛隊の等への応援要請であるとか、あるいは災害救助法などにより、被災者の支援につなげてまいりました。また、被災者を支援するために、市町村、国、あるいは NPO の皆様と連携しまして、その調整であるとか、被災現場の応急復旧など、広範囲にわたる災害対策業務を実施してまいったところでございます。避難の対応として、市町村と共同でですね、2年遅れゼロプロジェクトなどおやりになっていると思うんですけど、その辺のことも含めてですね、県の方のお考えをお伺いしたいと思います。はい。県では、昨年の東日本台風災害の振り返りを行い、課題を整理いたしました。そこで1700名を超える方々がこの浸水区域から救助されたということを踏まえまして、特に避難対策への取り組みが重要であるという認識でございます。その中で千曲川河川事務所さんであるとか市町村が行った住民アンケート調査結果などを参考に、市町村と連携いたしまして、災害からの逃げ遅れを出さないようにということで、信州防災逃げ遅れゼロプロジェクトというものに取り組むこととしたところでございます。その逃げ遅れを出さないために4点ありまして、まず1点目ですが、住民の皆様が身の回り一気でですね、災害リスクを正しく理解していただくため、市町村が作成しましたハザードマップを確認いただくこと、2点目としまして、適宜適切な避難行動をとっていただくために、危険な場所からの避難、難を避ける行動をとっていただくこと、3点目として、避難所等への避難はもちろん、安全な知人、親戚宅、ホテル、旅館の活用、あるいは一時的であれば、車による避難、安全確保も選択とした、多様な避難先を確保すること、それと最後に、避難を促す仕組み作りとしまして、これは県でも取り組もうとしておりますが、率先安全避難者制度を設置したいと。要はこれはですね、誰かが率先して避難することによって周りの人を巻き込んでですね、一緒に支援していこうということでございますが、こんなことを制度として設けていきたいなということで考えております。
また避難所における新型コロナウイルス感染症対策も今非常に重要なことだろうと思っております。そのために県におきましては長野県避難所マニュアル策定支援というのがありますが、これを新型コロナウイルス感染症対策を踏まえたものに改定をいたしました。また避難者用のマスクにつきましても14万枚の備蓄をするようにいたしました。このような対応をしておりまして、避難所へ避難する際にもですね、この新型コロナウイルス感染症を心配される方もおられると思いますけれども、市町村ではこのように、まあ、県でもバックアップして避難所における新型コロナウイルス感染症対策を進めておりますので、避難が必要な場合には躊躇せず、避難をしていただきたいというふうに考えております。まあ、県の取り組みについてお伺いしたいと思うんですけれども、長野県では経済的な支援や課題への取り組みはどうなっていらっしゃいますでしょうか。はい、県ではまあ様々な被災者支援策、ありますけれども、私ども危機管理部の所管といたしましては、被災者再建支援制度あるいは災害前金義援金というような取り組みをさせていただいております。県としましても昨年の東日本台風災害における被害の実態を踏まえまして、国の被災者再建支援制度が多くの被災者へ支援金が届くように、支援金の支給対象世帯の拡大であるとか、ある程度の適用個数を緩和するように国の方に直接要望しております。また国の制度では足りない部分につきましては、市町村と共同しまして信州市会社再建支援制度を設けておりまして、この制度では国の制度では対象とならない半壊世帯に対しても今回の東日本台風の災害では対象として支給しているところでございます。またその他に今回台風災害におきましては、家電製品につきましても、被害の大きかった、あるいはかつ、所得の少ない世帯に対しては支援をさせていただいているところでございます。一方でそうは言っても公的支援では限界がございます。今お話がございました通り、被災者の生活再建を円滑に進めるためには、その、損害を補填するための保険共済というのが不可欠であろうというふうに考えております。県民の皆様にもこのご加入いただくことが非常に重要であるというふうに考えておりますことから、県では平成29年度に地震保険共済に扱う事業者の皆様とともに信州地震保険共済加入促進協議会を設立いたしまして、県民の皆様に継続的にこの地震保険共済への加入促進を呼びかけているところでございます。先ほどから話がございました通り、台風などの気象災害というのは激甚化する一方であるというふうに考えております。そういう中でハードソフトともに国県市町村あるいは関係機関が個別に対応していたのではこのような大規模災害に立ち向かうことはできないだろうと、これら関係機関が連携していくことが非常に重要であるというふうに考えております。また逃げ遅れを出さないためには、これらの行政機関、関係機関だけではやはり、難しく、住民の皆様も含めて、それぞれが、逃げ遅れを出さないという固い決意を持って、相互に連携して取り組むことによって初めて、これらの被害を最小限にすることができるのではないかというふうに考えております。今後とも県といたしましても、国や市町村、防災機関も、調整役としまして、その役割を果たしてまいりたいというふうに考えております。はい、以上です。はい、ありがとうございました。西田さん、お願いします。はい、長沼地区住民自治協議会会長の西田です。昨年の令和元年東日本台風の時には副長として務めてました。実際副長は長沼対策本部の本部長で、赤沼公会堂にいませんでしたので、実質私が赤沼公会堂では副長の役目をしてきました。で、今年の2月2日に、長沼地区復興対策企画委員会ができまして、それ以降は副委員長として務めております。今日の中では、できるだけハード面ではなかなか言えませんけど、ソフト対策、特に自主防災会のあり方等についてお話ししたいと思います。よろしくお願いします。長野県のですね、河川災害について、考えていきたいと思うんですが、千曲川の決壊によって、保安地区が大きなダメージを受けてしまいました。で、まだ記憶に生々しいところなんですけど、
台風19号の時の経験などお話しいただけますでしょうか。はい、対策本部が設置されたのは4時半、16時半、長沼署です。私は長沼署には招集されないで、赤沼の公会堂の方で地元の市防災会を組織しました。そこから対策本部開催したのが9時半。この段階でも縦側の水位が7メートルいくつ、もう凍る可能性がありましたので解散しました。そしてここから対策本部を解散した後、次の朝、再開するまでに8時半。要するにこの区間が空白の時間になっております。私はこの区間の間に、対策本部が4時半、設置した後、赤沼公会堂で、関係者を言いまして、警戒レベル3段階では、災害時の要支援者の方をまず優先して避難誘導をしました。そして実際対策本部が9時半解散した後、赤沼の公会堂の方も解散するではいませんので、10時ぐらいです。で、それで家へ帰って10時半。で、家を出たのは11時前だと思います。で、私は近くの除雪ステーションへ逃げました。で、その後は車中泊、ミヤッとしましたけど、非常に当時の振り返りますと新聞報道では出てますけど、人的被害では犠牲者2名、それから住宅被害では873件。とりわけ私、赤沼なんですけど、全壊が多いです。長沼と豊野合わせて1034件のうちの全壊が大体市の半分ぐらいになります。生命、財産を守るということは、最重要ではありますけど、はたが見ると、あれだけ被害があったにもかかわらず、犠牲者2名であるということは、奇跡的だったと言われますけど、私たちにしてみれば2名でも多い。なんとか逃げ遅れゼロを目指して、今後、取り組んでいきたいと思います。非常に僕は、小安を回った時にですね、長野の知人とずっと回ったんですけれど、はい、非常にこう、やはり、リンゴ畑が非常にこう、堆積してて、もう1メートルも、まあ、それ以上も溜まってて、これやっぱり根が腐ると大変なんだよって非常にこうものすごい心配されてですね、うん、いたんですけど、今こう例えば1年経ってこうリンゴ畑というのはどんな状況なんでしょうか。ちょっと全国にいるっていうかいろんな人が心配なさっているんで、それはちょっと状況とか教えていただけますでしょうか。私は専業農家ではありませんので、はい、なかなか詳しい状況はわかりませんけど、今お話だった腐れてしまうというそれがまずありました、はい、でまずは農業ボランティアが入った時にまずやったのが根の周りをベッドを取る、これが最優先でしたね。最近では、まあ、ほぼ去年並み、今ちょうど津軽が取り終わったところなんですけど、ちょうど中が終わっております。でもまあ、この雨が少ないですから、色づきが悪いっていうのは聞きます。昨年は10月13日、撤回しましたけど、本当に取り入れ前のリンゴ全滅でしたね。で、稲も全滅でした。昨年は稲、買ってしまって、置いといたら離れてしまった。この方には保証がないんですけど、体で残ってた額は保証が出たんですね。そういう明暗がありましたけど、はい。ぜひ、リンゴ農家の方は、20代、30代、40代を中心にして、なんとか廃業しないでやっていこうという、80代の方もいらっしゃいます。でもまあ、できるのはいいんですけど、耕作放棄地がどうも増えそうなのが心配であります。なかなか、やはり、1年経っても大変という状況が非常によく分かりました。災害が起こるとですね、非常に経済的に問題が、経済的な問題がこう住民の方々 の生活に非常に大きくこうダメージとして残る。被災後の生活再建などを考えますとですね、大切な経済的備えを、まあ、自助である保険や共済、これによって守ると。まあ、この辺についてですね、台風19号の時はどうだったのか、西田さんにちょっと保険のかかってたとか、地域はどうだったのかと。そのちょっと含めてお伺いできますでしょうか。10月13日発災してから結婚もできる前に有志人に取ったアンケートで、これまで苦しかったことをお書きください。2番目が今何が必要ですか、3番目が今後どうしたいですか。その中に今言われましたけど、今何が必要ですか。金と、これが老夫婦なんですけど、率直にあの段階、約1ヶ月ぐらい経った段階で率直にこの方はご自分の自宅もそうだし、近くの集会所の補修と心配されてまして、自治会で何ができるのか、どこまでできるのか、このご自分の自宅もそうですけど、心配されてました。で、今言われましたけど、私のうちは、
保険に入ってました。自然災害対応ですから、今その範囲内でリフォーム、先月終わりましたが入ってますけど、実際あの地区の中では保険が入ってなくて、で工費改定は9月末、1月に伸びましたから、工費改定、解体しに関してはただなんですけど、その後、作った方がいいものか、さらしのままでいいのか、作ったところで子供が一緒に入るわけじゃないし。で、どちらかが、ご夫婦がどちらかがお亡くなりと、一人暮らし、独居老人、その独居老人の一人が亡くなったら、空き家になっちゃいます。私、赤沼公会堂は、平成元年にできて、約30年経つんですけど、今までずっと日本の保険に入ってましたけど、結局自然災害対応には適用できませんで、結構の金額が入ったんですけど、一銭も出ないんですね。で、今年度も前期は予費を徴収していません。その中でどうやってその修繕費を捻出するのかって頭を流しまして、市の方にお願いしたら、本だったら3分の1、180万。でもそれ特例で3分の2、360万円。そうは言っても、自己負担は残りますので、不費を備えてないのに、自己負担は無理だってことで、何でもお願いして、市の事業員に対して、県の方が補助する。これで、出まして、なんとか、自己負担はゼロで、で、公会堂もそうだし、近くの集会場も、なんとか、自然面を足しました。でも、これからは、やっぱり災害対応の保険に、少し掛け金は高くなりますけど、自動車保険、車両保険と同じように、やっぱり備えないと。それで憂いがあると思いますので、それは地区内、これからは、そういう方向に持っていこうと思います。ここで、ちょっと私の方からですね、常々保険に関して取材を重ねているもんですから、ちょっと保険について、災害時にトラブルが起きやすい注意すべき点っていうのを少しご説明したいと思うんですけど、まず水害を保障する保険っていうのは、火災保険の特約の水災というもので担保されます。多くの保険会社では、水災が自動付帯されています。が、明らかに不要と思われるケースもあるわけですよね。マンションの一番上の方でいらないだろうみたいな、そういうケースもあることから、水災を外せる保険会社もあります。川が近くにないから水災いらないよっていう方もいらっしゃいますし、単に保険料を安くする、特約ですけど、保険料を安くするために水災が外されている方もいらっしゃる。そういう、理由は様々なんですけれども、水災がついてなくて保証が得られなかったケースっていうのも、過去水害では、いろんなところの水害では結構問題になって現れている状況です。水災っていうのは川の氾濫だけじゃなくて、山ですよね。上からのこの、土石流、土砂災害、これも保証されるわけです。例えば広島豪雨がありましたけれども、広島の場合は山裾に住宅がびっしりついておりまして、その上から土石流でやられたんですけれども、で、多くの方々が、ここは高台だから水災いらないよって結構外されていた方が当時は多かった。その辺がこの、高台、要するに川がそばにないから水災に結びつかないっていうようなイメージが結構残っているのかなというふうに思います。保険を検討する場合にはですね、ぜひともこの地域のハザードマップをよくご覧いただいて、その地域にどんな災害リスクが潜んでいるのかを、事前によく、ご検討いただいて加入される方がいいのかなというふうに思います。あと気をつけなければならない点は、住宅ローンとの関わりです。よく住宅ローン、昔からの長期で保険契約ずっとやられている方は、火災保険が終わると、住宅ローンが終わると、火災保険もそれで終わってしまって、あとそのまんまにされている。で、いざ実際災害が起こると、火災保険かかってなかった。こういう例が、西日本豪雨でもありましたので、その辺を気をつけになられた方がいいかなと思います。あと、保証の内容の理解も重要なんですね。床上浸水と床下浸水の関係なんですけど、多くの保険会社の場合は、保険契約の場合は、大体床上浸水、もし、補助される方ですね。床上浸水もしくは、地盤面から45センチを超えるものに対して保証が出ると。つまり、床下浸水は出ないんですよ、と。一般的にはですね。ということなので、一部出る、ケースもあると思うんですけど、
まあ、床下浸水の場合は補助があまり一般的には出ないというふうに思われてた方がよろしいのかなと思います。あとまたこれもちょっと重要な点なんですけど、古い保険契約においてですね、建物の評価額が時価というふうになっている契約も結構多いと思うんですけど、まあ、時価方式ですと建物がいわば減価償却されて、そうなってしまうために新たな住宅を建て直すというような、資金が不足してしまうんですね。そこで自宅が進化、再調達価格といいますが、進化になっているかどうか、まあ、ご確認いただきたいと思うんですね。まあ、進化というのは同等の建物を建て直したり買ったりするための金額、必要な金額ということになります。保険証券を確認していただくか、わからなければ、保険会社、保険代理店に問い合わせてみるとよろしいのではないでしょうか。また自動車なんですけど、結構水没しますよね、災害になりますと。車両保険に加入されていれば基本的には保証を受けられますが、まあ、進化契約のない一般的な時価方式はですね、車の価値がですね、年数によって下がるので、全損となった場合はこの保険受け取れる保険金額も減少するということをちょっと理解いただいてた方がいいのかな。かけた時の例えば200万300万出るのかなと思ったら、毎年毎年下がってきて120万円しか出なかった、こんなはずじゃなかったというようなことが実際この長野のあれでも起こってますので、その辺は気をつけてもらった方がいいかなと思います。まあ、このようにですね、保険というのは保険会社とか保険契約、まあ、期間、時期ですね、特約など様々な条件によっても異なるものなので、まあ、保険もいわばですね、普通の食品と同じようにですね、まあ、食品の場合はそれぞれ消費期限とか内容とか違うので、その辺のこう違いがあると思って、まあ、内容をですね、定期的にご確認いただけるといいのかなというふうに思っております。まあ、最後のこうエンディングのところに移りたいと思うんですけど、まあ、最後にですね、まあ、例えば言い残したこととかですね、まあ、思いとかですね、まあ、その辺をこう、最後にこうこの場なので、まあ、少しじっくり見たのかもしれないので語っていただきます。まあ、ちょっとこれもまた順番で吉田先生からこうずっとで、ね、よろしいでしょうか。はい、今まで出てなかったことは、その都市計画の話だったんですね。長野市が出している洪水ハザードマップを、6分冊なんです。それを全部こう繋ぎ合わせてみると、はい、長野市の平野部はほとんど真っ赤なんですね。うん、だから、どこでも氾濫する危険性があるということです。で、そういう状況で、どういう、その、対策を取ったらいいか。まあ、どこに住んだらいいかってよくわからないわけですね。住むとこがないわけですね、はっきり言えば。山に行けばまた別の土砂災害の危険がありますし。そういう状況で、どういう、街づくりをするかっていうのを長期的にこう考えていく必要があるかと。で、まあ、どこも危ないんですけども、その危なさの程度は違うわけですね。浸水の可能性はあるけども、それほど深い浸水が起こらないような場所もありますし。そういうメリハリを見ながら、ちょっと都市計画、まあ、人口も減少していく社会ですので、そういうのも勘案して、長期的に安全な、水害に対して安全な街づくりをどう作っていくかというのは、大きな課題だというふうに思っております。以上です。はい。よろしく。あ、はい。国としてもですね、台風19号の台風で、ハード対策、早朝対策を今進めているというところでございますが、引き続きですね、住民の皆様のご意見をお聞きしながら、関係機関、県市町村等の関係機関と、まあ、連携してですね、今後もですね、進めていきたいと思いますので、どうぞよろしく。はい。ご視聴ありがとうございます。武田部長、お願いします。最近は常時、もう、自然災害というのは起こっているというのは実態です。先ほども申し上げましたが、やはりですね、これは各、国とか県とか市町村、そういうのをやってたんです、とてもじゃないけど、解決できないですし、やはり住民の皆様も、しっかりとこの災害に対する、心構えといいますか、
知識なり、普段からの、その、注意、あるいは、訓練、そんなものでもしっかりと取り組んでいただくことが、非常に重要ではないかと思います。また、準備という観点から言えば、先ほどもちょっと申し上げました通り、基本的な支援というのはもちろん、年々充実はさせていただいておりますけれども、やはりこれも、限界がございます。やはり、しっかりと、生活を再建するためには、保険、共済の加入というのが非常に重要な役割を果たしているんだろうと思いますので、これについても、しっかりと、自分の方には、考えていただきたいというふうに思います。いろいろ申し上げましたけれども、検討いたしましても皆様の協力を得ながら、災害対策に対しましては、全力で取り組んでまいりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。石田さん、お願いします。はい。昨年10月13日に発災したものとして、今こう振り返るのは、最近の九州の熊本を地震としたら、報道を見ていて、気になるのは2つあります。一つは、避難所問題ですね。もう一つは災害ゴミ置き場です。特に避難所の問題に関しては、もうこれだけ新型コロナ感染拡大が心配で、まあまあ300人超えちゃいますよね、県が。だから、同じ北陸、多分1000人使用、規模使用だけど、約3分の1くらいって言われてるんですね。でも、その3分の1だって、コロナの心配な人はこっち、それね、こっちと分けなきゃいけませんから、その情報を、できるだけ市の機関に防災課、あるいは県の方を含めて、できるだけ早めに市町村、もうすぐ10月ですので、下ろしてほしいと思います。だからもう一つは、避難所に関しては、そうは言っても、もう限られているスペースも。だから、広域避難、あるいは分散避難も含めて、広域避難、分散避難を、やっぱりこう真剣に考えていかなきゃいけないし、そうなると、私、長沼地区は、もう浸水想定区域、どこ行っても高いところありませんので、東側の方に逃げると、その限界がありますので、地区も渡って向こう側、村山と大津村橋は 5.5 キロ、あと一歩も走れないんですね。だからずっと前から地区間大橋っていう案が出てますけど、なんとこう、広域避難という形で、須坂市、大津瀬町、高山村、長野市も協力してやって、なんとかその一歩でも、前進できないかなというふうに考えています。で、その後、災害ゴミ置き場に関しては、熊本の方も見ても、今その、市の指定した、村の指定したところまで、何時間もかかって大渋滞ができてます。だから当然装着されるんです。だから、遠くまで持ってこいって気持ちはわかるんですけど、もっと身近なところで何かこう、出さないかと。私は、赤沼公園っていうのは、いうところありましたけど、大町、小安など、あんまり広い場所がないんですね。だから、民間の私有地を何とかお借りしてやりましたけど、何とか、まあ同じこともあってはまずいんですけど、事前にこう、私有地の場合だったら、こう、お互い、取り交わしして、なんとこう、事前にこう対策を打てないのかなというふうに考えております。以上です。どうもありがとうございました。長時間に及ぶ座談会でございましたが、皆様の貴重な意見を伺うことができまして、大変有意義な会となったと思います。で、ご協力にいただいて、スムーズな進行がね、今回非常にできまして、非常にこう、助かっております。吉谷先生から様々な知見をね、いろいろいただきまして、工学的知見をいただきましたし、竹内部長は県の危機管理の状況、斉藤所長から筑波川の治水、これに関して、また、水田さん、地域の、甚大な被害で、これからも大変だ、ということで、あれなんですけど、そういう時期にご出席いただいて、本当にありがとうございます。感謝いたします。この座談会を通してですね、台風19号から1年の節目、この災害の振り返りですね、長野県を襲う可能性のある水害の想定と、それにどう対応していくのかっていうのが、今後の課題として見えてきたのかなというふうに思っています。今回はコロナの影響で、新型コロナの影響で、会場にもう参加者を招くことは、残念ながらできませんでしたが、本日の話で、災害に備える心構え、とかですね、また民間ではありますが、保険、共済ですね、それを含めた、重要性なども、認識いただけたのではないかと思います。災害は常に辛く悲しいものですけれども、そこで考えさせられるのはいつも、なぜっていう言葉なんですよね。なぜ事前に避難できなかったのか。なぜ高度に発展した今の現代社会で、多くの方が亡くならなければならなかったのか。確かにこの、
ずっと以前の北九州あたりの、災害でも、1000人規模でお亡くなりになった災害が結構ありました。それは治水工事によって、今現状、多くてもまあ100人ぐらいにだいぶ改善され、川が整備されてきたということはあるんでしょうけども、まあ、それにしても、なぜやっぱり100人規模とか、何十人、100人、お亡くなりになっちゃうのかなという、非常にそういった、まあ、悔しさがですね、まあ、もう常にこう、災害が起こるとこう、胸にいつも残ってしまいます。まあ、ぜひ今回の知見をですね、教訓として引き継いでですね、次の災害に備えたいと、そういうふうに思います。かつて、まあ、イギリスのエドマンド・バーグという政治家がですね、歴史に学ぶものは、歴史は繰り返すという名言を残しました。過去の災害の歴史からですね、何を学び、未来にどう生かすか。それは我々人間に課せられた課題でもあり、役割、また責任でもあると思います。本日はパネリストの皆様、どうも、長い間、長時間に及びましたが、どうもありがとうございました。非常に参考になりました。これで座談会を終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。